おはようございますこんにちはこんばんは文化人放送局スタッフ T ですいつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます毎日も文化人スタッフ厳選注目22時40分のニュースをお届けします本日は再エネ関連コラボ関連そしてなんといってもアート外交関連そして高市大臣の お例の件ご紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。これはやばいと思った方は、ご評価を。こんな情報もありよって方は、コメント欄で教えていただけると幸いです。本日も、もルールが厳しくなっている都合上、インボースカーズができます。内容とご了承ください。それでは、早速本編に参りましょう。今日もどんどん行きたいと思います。まずはこちら。三浦瑠璃氏の夫逮捕で、盟友田原宗一郎氏が国中国、知らなかったと言い過ぎるのはどうかというふうなことをおっしゃったようです。はい。 ちょっと読んでいきましょうか。盟友からの電話はルリ氏を勇気づけたはずだが、田原氏は今回の夫の逮捕を受けて、こんな忠告も忘れなかった。これは難しいところなんだけどね、知らなかったとしても、何も知りませんでしたと自分から言いすぎるのもね、今後そこは注意した方がいいと思います。夫婦という関係なのでね、というふうな忠告をなさったんですね。ニュースポスト7の取材に、えー、田原氏が あールリ氏もこの件について Twitter で田原さんから先日お電話いただきまして励ましていただきありがとうございましたとつっておられた件ですよね。はい、忠告もされてたんですね。そして何といってもこちら、三浦ルリ氏目覚まし88週連続欠席、目標レギュラーも未だ視聴者への説明なしということで、もうなぜ欠席してるかわかるんですが、説明はしていないようですね。今後どうなっていくんでしょうか。こちら、コラボ問題ですが、宇佐美さんがまとめておられますね。 これは問題に関する都議会での昨日、今日の展開で重要なこと、まとめると、というふうなことで、えー、これはあ、昨日の段階のものですね。昨日の段階でこのようにツイートされていますと、昨日、浜中議員、1000万円以上の随意契約は財務局の所管だよね。なんで勝手に法務上の契約に類する契約とか言って、福祉保健局で WBPC と契約してるの、契約してるの。福祉保健局。 1000万円以上ですが、財務局と個別に相談すれば OK です。今日、えー、つまり今日というのは3月1 5日のことですね。川松議員、あんなこと言ってるけど、本当に福祉保険局から財務局に個別許可の相談あったの財務局、WBPC との契約に関しては、福祉保険局からの相談はありませんでした。ということで、財務局と福祉保険局、どっちかが嘘ついてるよね、という展開になっていますと。これはとんでもないことですね。で、 えー、アンガケナポリさんが「小西文書で国会も紛糾中だけど都議会の方もとんでもないことになっているみたい」というふうに紹介されていますすごいことになっていますねそしてこちらこれが今日の記事です都の若年女性支援事業契約手続きで規則違反かコラボへの委託料は2600万円福祉保健局が必要な権限委任を受けず締結と自民川松氏の質問に財務局が認めるということなんですね いやあ、こういう記事も出てきているということで、規則違反の可能性があると、との規則もないがしろにされていると、指南したというふうに言われています。いやあ、またすごい展開になってきましたね。こちら、このように、えー、こちらでもこのように紹介されていますね。契約事務の委任等に関する規則に抵触、東京都財務局の前山さんですかね、契約調整担当部長は、 福祉保健局から本件契約に関わる協議を受けていないいいいとと認めるという,ふうに言われていますいやーなるほどすごいことになっていますねそして吉田こちらさんが3件を報じましたというふうに紹介されていますねこれまだまだ見ものですねでこちらここから外交関連ですがアンカケナポリさんです日本政府警告向け輸出管理解除へ警告も WTO 提訴取り下げへというふうな NHK の記事を紹介されています最悪の結果 決定、国の WTO 提訴取り下げと輸出制限解除は何の関係もないし徴用工問題、えー、戦時労働者の件ですねと絡めて日本側が譲歩したとしか思えない安倍政権の対韓外交を根底からひっくり返した岸田政権ホワイト国復帰というのではないけど厳格措置が解除されることは事実ですね WTO 提訴取り下げと合わせる あたり本当に輸出管理の徹底がなされた上での決定なのか経産省の発表を見る限り疑わしい日韓両政府の政治的な妥協があった可能性が排除できない経団連からの要請も今回の決定に関係しているのかもというふうに紹介されていますでいろんな方が指摘されているのでちょっと見ておきたいと思うんですが結局向け半導体材料輸出管理の厳格化措置を緩和ホワイト国からの除外措置は対話継続と。 いいう,うに言われていてで,名さんです日本が「渓谷半導体素材輸出規制解除」と渓谷産業通商資源部が発表しました日本によって渓谷の輸出管理改善が認められ規制が解除されたと,と報道されています渓谷は最近も半導体技術を四国に流出させ大ニュースになっていましたが 何が改善されたのか、経産省は直ちに日本国務に説明をと。経産省は3日間にわたり、日韓輸出管理政策対話を実施。米国側の輸出管理当局の体制、運用、制度の措置状況を確認したら改善が認められました。このため、3品目に関わる輸出管理の運用見直し、復化水素、復化ポリイミードレジストを行うこととした。 これはないですね。撤回をと紹介されていまして。で、名さん。経産省は安全だと言っていますが、渓谷国,国家情報院は昨年8月2017年から2022年2月の間だけで産業技術の海外流出事件が99件発生し、その3分の2が四国に流出したと発表。全体、99件の全体の3分の1、34件が国家安全保障と国民経済に重大な影響を及ぼす国家革新技術事件だったとのこと。 しかしホワイト国に戻すことは阻止できたという情報もフッ化水素、フッ化ポリイミド、レジストの3品目に限り経産省がチェックし信頼できると判断した日本企業から警告に輸出することを認める措置だけ新たに決まったと。綾山さんによると警告はグループ B のままとのことというふうに言われていましてホワイト国に戻すことは阻止できたというふうに言われているようですね。いやこれもね、本当安倍元首相の外交が。 先ほどもおっしゃられたみたいに根底から覆ったということですよね。で、こちら、ピーチ太郎さんですが、必死のこじつけと、あ、これが高市大臣の件に行きたいと思います。ピーチ太郎さんです。必死のこじつけ、伊坂さん。 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案について質問いたします。持続可能な社会保障制度を構築する上で、経済安全保障の観点が重要。経済安全保障大臣として社会保険に関わる高市大臣がってなってます。遠いわというふうに言われています。はい、これかあくまで用紙なんですが、ぜひご興味の方は直接ご覧いただけたらと思います。で、他にもこちら。 高市さ氏の「質問しないで」答弁に呆きれる県政史上例がない初めて聞いたと立民安住氏がこのようにおっしゃったようですね。で昨日もこの紹介させていただいた「質問しないで」ということが早速このようにいろんなメディアで報じられていますが。 小西さんですが、高市大臣の信用できないら質問しないでは端的に言えば憲法違反の発言です。大臣には国会に出席し答弁する義務があります。これが議員内閣制の国会による政府監督です。第63条内閣総理大臣その他の国務大臣は略。答弁または説明のため出席を求められたときは出席しなければならないというふうに言われているんですが、はい、このように言われているようです。で、ラサール石井さんです。 答弁信用でき,なで,きできないんなら質問するなこれはひどい信用できないから質問するんじゃないか何度も前言を軽々しく覆しておいて信用しろとは傲慢にも程がある部下であった総務省の官僚たちに後ろ足で砂かけるような真似をして行政文書と国会答弁の正当性を貶める万死に値するとなさる石井さんはおっしゃってますが <laughs> この中身について皆さんどう思われますでしょうかうんどうなんだろうと個人的には思ったんですが で、こちら、大串議員ですが、質問しないでとは完全に冷静さを失っている。大臣としての職務放棄ともいえる。看過できない発言、岸田総理のせ、えー、監督責任が問われる事態だ。というふうに言われていますがね、もうめちゃくちゃ、ね、昨日、あ、これ、またこれ紹介しましょう。こちらですね。はい。この動画ですけども、これ、動画ご覧いただいたら、どういう内情というか、どういうふうになっているか、すごくわかりやすいですよね。えー、立憲民主党、杉尾議員。 言葉を失ったお口パクパクしているの初めて見たと話題の昨日の予算委員会テレビ局のニュースでは華麗にお口パクパクシーンはカットされてつなぎ合わせているようなものなのでもう一度そのシーンを振り返っておこうということでこちら高市大臣がもう質問しないでくださいみたいなことをおっしゃったら杉尾議員がこう手上げてでこれですね口パクパクしてまた座って え、ちょっと待って、ちょっと待ってって、もう一回立ち上がって質問を始めるっていう、この、これがお口パクパクというふうに、今井藤さんがおっしゃっている部分ですね。はい。返す言葉がなかったのか、何なのか分わかりませんが、どう思われますでしょうか。で、こちら、渡辺哲也さんですが、最近、小物会の大物の方々が威勢がいいなというふうに <laughs> おっしゃっています。で、こちら、アビルさんが記事を書いておられますね。総務文書、上司の関与の闇ということで書かれていますね。 はい、だーっと書かれているんですがご興味ある方是非こちらをご覧いただけたらと思うんですがこれを紹介されて高橋さんがやはり書き換えか原型をとどめないなら形式でクして書き換えたんだなそんなところだろうというふうに紹介されています。うわー書き換えかというふうに言われていますね。これ事実であればとんでもないことになってますね官僚さんの責任はどうなっていくんでしょうか。 でこちらですねピーチ太郎さんのツイートですが小西文書宮本議員この文書はどのような形で保存されていたのか総務省総務省で電子的に保存されていた確認した結果行政文書ファイル管理簿への記載が行われておりませんでしたどれだけ怪しい文書だよあと管理簿にないものが一体どういう経緯で小西議員に渡ったのと本当ですね怪しいですねで、えー、カルタさんが管理簿にも存在したものがなぜ 国士議員に当たったのか、内容の信憑,信憑性を含め、さらに疑問紛失と新たな疑惑が出てきましたということですよね。で、高さんも紹介されています。これは形式的には超一級の行政文書だけど、内容はくだらない旧優生の内輪もめ内輪。あ失礼しました。内輪メモなので、旧自治が見るかもしれない管理簿に載せられなかった。その内輪の人が見れるのが内輪メモだよ。 それを国会で晒してはダメでしょうというふうにああそういうことかって説明が分かりやすかったですねそして今井通さんですが総務省行政文書の祭り騒ぎ岸田政権に逆風になると思って攻める野党でも最近の様子を見てると風が吹いてない感じ小西高市バトルだけが話題になって総理に飛び火せず逆に私立微増安倍政権の不満が高市さんに降りかかっている皮肉な構図のよう,なようにも見えるしえ見えると 一番得してるのは総理かもとおっしゃっていてこの指摘なるほどと思いましたね確かに総理がなんか得してる感じしますねいやなんかこれ変なこといろいろ考え想像で妄想してしまいましたがそれはね言わないですけどもなんかえーって感じがしてしまいますよね ななななんかか変なことが裏ででければばいいいいっていう願うばかりですそしてこちら哲也さんのツイートを紹介されて唐田さんが「シンプルに言うと高市大臣には犯罪性は微塵もないが一方で一部官僚や野党議員には秘守義務違反機密漏洩虚偽公文書作成同行使などの犯罪性が疑われる状況である早く司法決着に入ることを望むと」と徹也氏。 国会は質疑を尽くし仮に国会招致をやらないなら東京地検特捜部の出番刑事告発は誰がとおっしゃっていてもうその段階まで進んできてますよねそして唐田さんですが産経新聞のこちらの記事を紹介されています、ね、こちらもアビルさんの記事を紹介されていますで、えー、立憲が総務文書を役人が嘘をつく理由はないとの無病論を展開する中総務省が上司の関与を経て文書が残っているならと表現したことに、えー、極限御免で アビル,ルイ氏が詳細解説改,改ざんすなわち捏造示唆浮上で非主義務違反に加え公文書偽造の疑いも官僚世界の闇解明が焦点にというふうなことでもう高,橋と高市さんが毅然と高市さんがと振る舞っとられるのでこういうところに住んできていますよね。まあ、一般的なメディアで皆さん ねえなんかこう,こう印象操作されてプロパガンダされてるかもしれませんが着々と進んでおられるなというふうに思いますね一応ビルさんの記事途中まで読んでいきましょうか総務文書上司の関与の闇放送法の政治的公平に関する平成27年の総務省の行政文書をめぐり当時総務省を務めていた高市大臣に対する立憲民主党の必要な攻撃が続く高市氏は自身の言動が記された4枚の文書は不確 不正確だと内容を否定するが立民側は役人が嘘をついて文章を書く理由はほぼない泉健太代表などと反論し議論は平行線をたどってきた特に27年2月13日に総務官僚が高市に対して行ったという放送法のレク説明に関しては高市氏はレクの存在自体を認めておらず当初は捏造という方言も使っていた今月13日の予算委員会ではこの点について総務省の小笠原情報流通行政区長が 大臣文書の作成者の聞き取り調査結果を踏まえてこう述べたということで更、えー、に読みたい方は是非産経新聞の記事を読んでいただくかまたは電子版で有料契約して読んでいただけたらと思います。はい、ということでいかがでしょうか、ね、新たな疑惑も出てきていますし今後どうなっていくと思われますでしょうか是非皆様のご意見などコメント欄にいただけたら幸いでございます。 というわけで、ここから先はメンバーシップとプレミアムメンバーシップ両方の皆さんに向けてのコンテンツとなります。ここから先一般公開で扱いにくいな情報も扱いたいと思っております。続きは動画欄からご視聴ください。居場所様はここまでです。ありがとうございました。というわけで、他にもたくさん紹介したいんですが、本日は以上です。本日も22時から長尾さん、久々の t のツイッター探偵団、アーカイブが残っておりますので、ぜひそちらもご覧いただけたらと思います。今日は、元警察官で、えー、職質、職務質問のプロである、宇野さん、 がゲストで出てくださっています宇野さんは78、えー、事件の真相究明を続けてらっしゃる方ですねはい、いろんなお話を伺えると思いますのでいろんな議論にもなると思いますのでぜひそちらのアーカイブもご覧いただけたら幸いでございますというわけで本日もありがとうございましたそれではまた追伸最後はやっぱり癒し系動画で終わりたいと思います本日はこちら人間みたいに考え事をしている猫さんが撮影されるということで見てみましょう はい。というわけでいかがでしょうか完全考え事してますね。<laughs> ぼやーっと天井を眺めてまさに、ね、人間みたいですね。私も考えていきます。というわけで本日もありがとうございました。それではまた。